しかしこういう時決めておきたいところですよね、ナイジェリアの方もね。ファーポスト、バイスクルキックをやった、左足シュート、左足のシュート決まった、決定的なゴール、2番のババヤロ、これでゲームはほぼ決まりました。今日の観衆は 44,788 人、そのほとんどがメキシコのファンなんですが、ちょうどですね、いいとこぼれましたね、頭に当たったんですよね、ちょうど、はい、ちょうど頭に当たっていいとこにこぼれたんですよね。あれ頭に当たってながらメキシコのディフェンダークリアできたと思うんですけどね、ここで。そうでしょうね。あ、ここで運もナイジェリアに味方したんでしょうか。しました、左足のシュート、ディフェンスが入りました。ここで試合終了、試合終了のホイッスルがここで鳴りました。ナイジェリアが2対0、決勝トーナメント進出も初めて、そしてベスト4進出はもちろん初めて、アフリカの雄ナイジェリアがベスト4進出を決めまして、マイアミで今日この後行われますブラジル対ガーナの試合の勝者と対戦することになりました。メキシコ2対0敗れてしまいました。1人少ない人数で後半よく戦ったんですが結局届かず、ナイジェリアが2対0でメキシコを下しまして、見事初のベスト4進出、準決勝進出を決めています。前半の19分にオコチャ、そして後半34分にババヤロがゴールを決めています。メキシコの方がシュートの数が多いですね、はい、そうですね、日本の時もそうだったんですけども、はい、何かこうナイジェリアのペースにはまっちゃったっていうかですね、あのメキシコが、のんびりのんびりこうやってる中に彼ら本来の本当にいいパスワークっていうのは見られなかった、それはちょっと残念ですね、はい、あ、今ですね、グラウンドの中央でホルヘカンポスのユニフォームをですねパンツごと変えてますよ普通あの上着はね、あのトップの方は変えることありますけどね、ショーツの方も変えましたね、脱いでましたね脱いでましたねグラウンドの中央で、それだけホルヘカンポスは人気があるんですが、今日カンポスはいいプレー見せましたね。そうですね、ただあの日本に勝ったですねナイジェリア準決勝に行ってくれるっていうのは、はい、我々としてはあの嬉しいですね、はい、で、まああの